アメリカン秋田は犬の品種の一つ。第二次世界大戦後、日本に進駐した連合国の占領軍の一部であるアメリカ軍の軍人たちが飼い、後にアメリカへ連れ帰った秋田県が本県種のルーツである。当初は単に秋田と呼ばれ、後に日本の秋田県との移動が明らかになると、これと区別してアメリカン秋田と呼ばれるようになった。ただし、 海外の多くの地区県団体では、秋田といった場合、現在でも日本の秋田県と本県種の両方を指したり、あるいは本県種のみを指したりする場合が多く、両者を特に区別していないこともしばしばある。右の表に示した各国の地区県団体のウェブサイトでも、富士と JKC 以外で両者に独立の項目を立てているのは NZKC のみであり、しかも本県種を 秋田、日本の秋田県をジャパニーズ秋田とすることで区別している。なお、CKC のサイトでは秋田県についての記事中で2系統のあることに特に注意を喚起している。よって海外の資料に当たるときには、そこで秋田とされるものが本県種なのか、日本の秋田県なのか、あるいは両者を合わせて指しているのか、注意することが必要となる。 戦中戦後の極度の食料不足のため、また戦時中は軍用犬となるジャーマンシェパードドッグ以外の犬種の飼育が事実上禁止されているに近い状態だったこともあり、終戦直後の時点では純粋な秋田県は非常に希少であり、わずか十数頭しか生存していなかった。ところが戦前にヘレン・ケラーに送られた秋田県のニュースが広まったことや秋田県が 日本県中で唯一の大型犬種であったこともあり、GHQ のアメリカ兵の間で秋田県が意外な人気を呼んだ。当時比較的入手しやすかったのはマスティフやジャーマンシェパードドッグの特質が色濃く残る手和系と呼ばれる系統のものであり、アメリカ兵が入手し、後に母国へ連れ帰った秋田県のほとんどは昭和20年代を通じて市場を席巻していた。 この系統の秋田県であった。頭が良く適応能力の高いこれらの秋田県はアメリカ国内でも人気となり繁殖によりその数も増えていった。一方、日本国内では原種である秋田また銀を使うことにより本来の日本県の特質が強い秋田県が改めて改良繁殖された。この系統は一の関系と呼ばれこれこそが 真の秋田県とされたために一世を風靡したでは系は最終的にはほぼ根絶されるに至った。アメリカでは1956年に秋田クラブオブアメリカが設立され、1972年10月にはアメリカンケネルクラブの犬瀬規模への登録と省への出陳が許可された。この頃はまだアクト JKC との間に 血統証書の相互承認がなされていなかったため、日本からの新しい血液の交流が図られることはなく、アメリカでは1955年頃のままの犬室、タイプのまま固定化され、独自のタイプとなった。これが現在のアメリカン飽きである。ありがとうございます。